皆さんこんにちは、小町です。九州ツアー帰ってきまして、ちょっと、風邪気味になってしまいましたが、今日も懲りずにやってみたいと思います。今日は瀬織姫と楽曲ウォーターの秘密ということでですね、昔からのですね、古代の日本の神様瀬織姫という神様と、私の縄文グリーンに収録した楽曲、ウォーターというののね、曲の解説を含めて、ちょっと瀬織姫のことを今日はお話ししていきたいと思います。で、瀬織姫という神様はですね、神道の大祓祝詞というね、ところに登場する神様なんですけれども、毎年ね、6月の末ぐらいに行われる大祓というね、行事がありまして、まあ、犯した罪だったり汚れだったりをこう払うという儀式なんですけれども、そのね、汚れを払うために、歌われる祝詞に登場する神様です。で、よく神社とかね、6月の、ね、末の方に行くと血の輪くぐりって言って、こうね、お賽銭とかで、拝む参拝する場所の前に、こう輪っかがありますよね。で、それをくぐったりとかってしますよね。あれとかですね、人形って人間の形をね、こう紙に書いて切り取ったやつを川に流して払い清めるなんていう儀式を、ご覧になった方もいると思います。で、この神様は結構謎な神様っていう風にされていて、伊勢神宮でですね、天照大神の荒御霊として祀られていたりとかですね、あと弁財天という名前に名前を変えられて祀られているなんていうのも、言われていたりとか、いろいろな憶測がある神様です。で、日本の神話は事実として起きた、いろいろなね、政治上の民族の、いろんなね、戦いであったり、そういうね、ものを神様のストーリーとして書き上げることで、まあ、大和朝廷が正当化されるような内容にして作られたということも言われている話です。まあ、もしね、それが本当であれば、その神様の一つが封印されたという可能性も、あると思います。まあ、ちょっとこの辺はとてもセンシティブな話題になってくるので、私のオンラインサロン縄文ベースの方でちょっと深く掘り下げますけれども、今日はちょっとね、分かりやすいところだけ説明したいと思います。で、この大祓の祝詞に出てくる瀬織姫は、私たちの、祓い清められてほしい、ね、罪や汚れがですね、山から落ちてきて、それをですね、大海原にバーッと流してくれるね、そういう罪汚れを、海に流してくれるというね、神様で、祓いを司る川の神様、ね、水の神様っていうふうに言われています。滝なんかにもね、そう象徴されるというふうに言われています。で、瀬織姫は大祓の祝詞に出てくるようにですね、川に、鎮座する神様ですということで、それが転じて龍神様というふうに言われる、そういうことも言われています。で、龍神様と関係の深い神様というのは、弁財天ね、そういうふうに言われたりしますけれども、弁財天も水の神様ですね。そういったね、江ノ島神社なんかでも弁財天様が祀られてますけれども、まあ、江ノ島の神社も一番上に龍がいたりとか、やっぱりね、水の神様で龍とご縁が深いというふうに言われてます。で、私自身もこの江ノ島っていうところでですね、江ノ島のてっぺんで行われている音楽フェスティバルで歌わせてもらったり、ご縁でそれのですね、そのフェスティバルの曲を作ってみたりとか、そこでいろいろと人生に重要な、キーワードのある方々とこう出会ったり、すごく、ご縁がある場所です。なので、なんかとてもこの龍神様とか水の神様であるとかにすごく昔から導かれているのかなっていうのをふうにはなんとなくは思っています。で、このような瀬織姫とかね、そういった名前とか、そういうことを知る前にですね、3、4年前かな、なんか縄文時代が気になり始めて、縄文のいろいろをですね、探してる時に、図書館で、
日本の神道の、こともねちょっと気になったので、ちょっと調べてこう本や図書館で見てたんですね。そしたらあのスサノオノミコトって書いてあるスサノオ様の本が出てきまして、なんかそれがすごく気になってですね、手に取って、見てみたんですね。そしたら、なんかですね、その本開いてるときはなんかスーッとなんかなんていうのかな、ちょっとぼーっとした覚醒状態みたいになってですね、なんかたくさん言葉が聞こえてくる。なのでわなんだろうこれはと思って、あのそこからあの毎日ペンと紙を持って図書館に行って、あのそのスサノオの本を開くんですね。するとあのどんどん言葉が出てきて書き留めるんですけど、なんか結構昔っぽい言葉遣いで、書いてる時意味わからない言葉とかも出てくるんですけど、まあそれをちょっと後でこう古語とかね調べたりすると、あそうかみたいな感じで、ちょっと不思議な現象でした。で、その中であの出てきた、言葉たちの中にあの水についての詩というのがあったんですね。まあ詩みたいな感じの言葉なんですけれども、その降りてきた日本の言葉というものを、元に、英語にして書いたのが、縄文グリーンに入っているウォーターという曲なんです。実はで、なんで英語にしたのかっていうと、あのそれもですね、まあ、英語であの書いてくださいみたいな、あのビジョンがそのスサノオと一緒に来るので、あこれは英語にした方がいいんだなということで、まあ、英語にしようと思ってですね、あの思ってたら、あ歌詞書くなら手伝いよっていうね、あの外国のラッパーの友達が来たりとかして、あじゃあ今こんなのやっててなんて言ってるうちに、トントンと、制作が進んでですね、そしたらトントンとあのロサンゼルスにあの行ってきてくださいみたいな感じでですね、今度あのこれもですね、あの自分であの飛行機チケットを買っていったわけじゃないんですね。またそういったあの友人様のご縁で出会った方から、あのチケットいただきまして、本当ですよこれも本当に嘘みたいな話なんですけど、本当なんかそういった感じでなんかこう自分からというよりなんかこう突き動かされてるような感覚で、またそのロサンゼルスに行って、この間もお話ししましたけど、ジョセフ・ラインバーグというね、グラミー賞を受賞したケンドリック・ラマーとかね、スヌープ・ドッグとかシーザーとか、そういうアーティストのプロデュースされてる方なんですけれども、彼となんかこうあれよあれよという間に、コラボレーションすることになって、水がテーマのそういった龍神様からの言葉の、曲をジョセフ・ラインバーグとレコーディングしてるときに、なんかジョセフにですね、私はなんかあなんか龍神様があのついてる感じするねなんてポロッと言ったら、実は昔からもうちっちゃい子供の頃からなぜかわからないけどあのドラゴンが僕は好きなんだですね、ジョセフも言っていて、あやっぱりここも龍神様のご縁でつながったんだというような、楽曲です。今これ後ろで今、流れてる曲です。はい、ということで、まさにそういう経緯で龍神様から作られるよ作れというふうに促されて生まれた曲が縄文グリーンに入っているウォーターという曲 でこの曲がですね、あの英語の曲なので、あの皆さんがあの多分意味がわからない方が多いと思うので、ちょっと明日の動画でこの、ウォーターの日本語訳の方をちょっと解説していきたいなと思います。で、セオリツ姫という、ね、存在に関してはですね、ニギハヤヒのミコトという本当の太陽の神様の、奥様であったという話とかですね、いろいろとまだまだ、深い話が出てきます。ただですね、結構この辺のお話に触れていくと、なかなか日本のトップシークレットのような、部分の話に突入してして、しまうので、ちょっとね、あの公開動画ではちょっと控えようかなと思っております。まあ、引き続きその縄文ベースという私のオンラインサロン内で、そういうディスカッションをしていく予定です。でもう昨日とかですね、すでにメンバーとですね、あのいろいろとこのメンバーの中にもね、またそういうのに私より詳しい子がね、あの入ってたりするので、そういう子からねこんなことがありますとかすごい情報が来てですね、でも私もそうなのびっくりみたいな、な
なかなか面白いディスカッションがされているので、こういうことに興味がある人はぜひ情報ベースに、ね、ジョインしてもらえればと思いますけれども、そういうところでですね、今日は、ウォーターというね縄文グリーンに入っている曲と、龍神様そして瀬織姫の関係についてお話ししました。明日は日本語訳の動画を載せていきますので、また、ご覧になってください。ということで今日もありがとうございました。小町でした。